さあこんにちは。はい、豊さん、現役復帰します。え、どうしました？いや、もう選手が足りない、人数が足りない、お指がかかった。あ、もうお指はかからない勝手に勝手に売り込む。いや、そうなんですよ。まあね、巨人が67人コロナ陽性者が出て、まあ、67人って支配下から考えると、はい、ほぼ全滅っていう感じで、ね。まあ、そうですね、まあ、選手とか、まあ、コーチも含めてにはなるんですけれども、まあ、ただ、はい、巨人はもうすぐに中日との3連戦が、はい、もう、中止延期というふうなことが発表されました。これに対して、はい、やっぱりツイッター上、SNS 上では、ヤクルト、広島がこういった状況で試合をせざるを得なかった、まあ、うん、ヤクルト5連敗しましたけども、うんうん、なんで試合をした、うん、でも巨人は試合すぐなくなった、はい、これ、不平等なんじゃないかと。まあ、そりゃそうだよな、はい、まあ、考え方によっては不平等だよ、うん、でもチームになんないもん、ま、67人も出てると。そうなんです。内野3人しか残ってないでしょ。内野、広岡選手、吉川選手、うん、菊田選手、これ3名で、ファーストにさ、はい、まあ、例えばさ、ピッチャーを置くわけにいかないじゃない。そうですね、うん、だからやっぱ興行として成り立たないよね、うん、ただヤクルトはね、もう本当に気の毒だと思ったよ、はい、あれでやるんだと思ったから。そうですよね、それはまあ非常に同情する、はい、ただ巨人が先に、うん、コロナになったらヤクルトの状態でやらされてる可能性があるよね。あ、ただヤクルトのを見て、あ、これはダメだと。これはやっぱ戦力が相当な差が出た。だけど副産物も出るよね、竹岡とか、はい、ああいう若い子が活躍して、うん、で内川だって2軍暮らしだったのが、ね、はい、上に来て、まあ、ヒット打ったりとかしてたけども、まあ、副産物は生まれるけども、はい、これはやっぱ興行の一つとして考えるとさ、見たい選手が休んでるの見に来ないよね。そうですね、行かなくなりますよ、ね、うん、行かなくなるよ。だからまあそういう意味では興行ということを考えると、はい、まあ、ヤクルトには申し訳ないけども、うん、ジャイアンツのこの67人っていうのはすごい異常な数字だからね、うん、はい、まあ、ちょっと勘弁してやってよっていうような感じだよ。ただやっぱ明確なものがない。ただコロナの検査もね、はい、含めて、でメジャーの方ではちょっと聞いた話では、もう風、もう簡単に言うよ、うん、簡単に言うよ、まあ、誤解しないように、はい、風の扱いらしいんだよ。だから自分が自発的におかしいと思って検査を受けに行くぐらいなんだって、はい、でもこれ、いや、このぐらいだと俺できるって言ったら、それはそれでも任してんだって。あ、だから完全な風邪だよ。風邪ひいた時にさ、はい、え、濃厚接触者って、まあ、言わないでしょ。だから濃厚接触者もそんなな、もう取り扱わないんだって。だから、まあ、アメリカでもコロナの感染者増えてますけど、メジャーリーグで試合が行われている離脱者なくっていうのは、そういう違いが、まあ、そういう理由があるんだよね。だから明確なものが、やっぱもう選手に任されてるという、まあ、球団にも任されてるという、はい、ただやっぱこうワクチンを接種しなきゃいけないんだよね、うん、その球団の何割かを接種者がいないとダメだっていうこと。あ、規定はあるんですね。だから全くないわけじゃないわけ、はい、それもスタッフが全員打っとけばその割合に達するんだって。だから選手は打たなくてもいいらしい、ね、打ちたくない選手も中にはいるでしょうし、ね、やっぱり何が起こるかわからないからね、はい、まあ、そういうことらしいんだけどさ、はい、日本の規定ってもう厳格でしょ、はい、あ、濃厚接触者隔離隔離みたいな、はい、これじゃあやっぱもう仕事にならないよね。そうですね。あとはやっぱりその人数も、じゃあどういう人数だったら何試合延期すべきなのかとか。だから俺は、はい、例えば一軍登録をね、はい、もうちょっと増やしてもいいと思うんだよ、うん、まあ、30人だとして2割、ね、6人感染者が出たら試合は中止、あ、延期、はい、俺はそうした方がいいと思うし、うん、やっぱこう日本の今の現状、その PCR 検査だとかいろんな検査を受けなきゃいけない状況だと、2割出たらもう試合はできない。一軍登録メンバーでね、6人離脱者が出た、もうそれはダメっていうような明確なものも欲しいよね。そうなんですよね。その明確なものがすごく曖昧なので、今回のやっぱりヤクルトファン、広島ファンと、いや、そうだよ、巨人の対応っていうので、ほらね、ヤクルトは気の毒だったよ。そうなんですよ。でもね、感動したのは村上だよね。古今奮闘ってこういうことなんだろうなっていうね、うん、あの子のやっぱスター性というか、はい、責任感というのはすごく感じたけど、はい、でもファンにとってみりゃさ、なんでここまで勝ってきてて、これだけのレギュラーが離脱してんのに止めてくれないのっていうような、
それはすごい分かったよ。みんな良しとしたのは1チームだけ貯金があったからね。そうなんですよ。そこなんだよ問題は。そこがあったからまだっていう。まだね、まだ許されたけど、はい、まあ広島もそうだよな、はい、大変だったと思うよ。そうですね。しかも直近その巨人が67人ですけど、コロナ陽性者がダダッと出たっていう情報がその出る直前まではそのヤクルトと巨人が戦ってたので、まあまあまあ、やっぱり余計にえヤクルトはやってたよえっていう風になっちゃうんです。まあただね、67人って言ったらもうチームになんないよ。まあまあ確かにそうなんですよ。67人でチーム1軍のまあ例えばその登録選手の中に数が足りなくなるよね、はい、まあ単純に守備守る選手がいない。まあいないし、はい、選手がいないよ、はい、だからもうこれはねちょっと勘弁してやってって思うんだけどもね、はい、はい。でこれ7月以降プロ野球選手でコロナ陽性者になった選手って214人、うん、まあもうものすごい数ですけれども、で巨人がやっぱり67人で今ダントツなんですけれども、まあ、ヤクルトは大体30人前後だったと。で広島まあ大体40人前後で、大変な数字だもん。そうなんですよこれ。簡単に言ってんの。いやでも試合してましたから、ね、試合したんだから。実は日本ハムも今日野村勇輝選手であったりとか、あとヌニエス選手もコロナの陽性っていうのが判明したので、まあ、24人にはなってるんですけど、まあ、ビッグボスもそうなんですけど、また増えていくんじゃないかと、うん、で DeNA がソト選手がコロナ陽性出ました。これまたポロポロ出てきそうな感じがするな。これちょっと DeNA が今度はっていう風になる可能性も、まあ、そうだね、はい、うん、いやだから7月に入って、はい、プロ野球選手が200何人だっけ。214人ですね。214人だろ、これ大変な数だよね、はい、ね。そしたら例えばこっからオールスター、まあ、とりあえずやるんでしょ。ということになってますね。もう決まったんでしょ。オールスター以降、はい、10日間猶予を与えた方がいいと思うよ。中1日でシーズン戻るのではなくて、うん、止めた方がいいと思う、うん、一旦止めて、はい、しっかり直してくるという、うん、まあ、その方が俺は逆に早水だと思うけどね。でこのままだとダラ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 出るよ。ですよね。でもしこれが例えば9月とか10月のクライマックスシリーズ進出がかかってるシリーズの非常にしびれる試合の時だったり、あとはクライマックスシリーズとか頂上決戦の時にこういうことが起きると、例えば 1.5 軍と1軍と戦うのかとか、そういうことになってしまいますよね。まあそうだね、あのもう日程が決まっちゃってるからさ、はい、まあ、それに合わそうとしてるでしょ、はい、だそれにこういう時ご時世でそれをきっちり決めてるっていうのがちょっと猶予がないっていうのが、うん、まあ、こういうことを招いてるんだろう ね、 そうですね。だから本来ならオールスターも中止じゃなくて、はい、まあ、今年はやるみたいなんだけど、ちょっと一旦の先延ばしにするとかさ、はい、まあ、スポンサーの関係とかいろんな関係、うん、球場の関係とかいろいろあるんだろうけども、はい、一旦ちょっと延ばして時期をずらすとかさ、うん、はい、だって巨人で言えば戸郷しか出れないんでしょ。そうなんです。菅野投手、大勢投手、中田選手、岡本選手、丸選手だが陽性になってるのも出られないと多分ね、はい、うん、で坂本選手腰痛で離脱しているので多分辞退するんじゃないかっていうのも言われているので、うん、で他のチームもそういう選手が出てきたら、はい、もうオールスターじゃなくなるじゃない。そうですね、オールスターではないですよね。ただセパ選抜チームと、はい、ファの選抜チームみたいな、うん、そんな感じだとつまんないよ。しかも今ファンの方が危惧しているのがそのオールスターでじゃあセパバッとあそこに集まった場合移動などで、いや怖いな、そこでまたクラスターが出るんじゃないかっていうことも言われていて、いや出る可能性は大きいと思う。ありますよね。まあ沈静化はしてたけども、うん、やっぱ危機管理とすればもう最初から1チーム何人出たら試合はしないと、はい、いうことなのか、うん、それとももう風の扱いでいくと、うん、自己管理で自己責任でやってくれとかね、うん、まあ、そういうことでいいと思うんだよね。いわゆるその NPB 側も何か変えなきゃいけないんですよ。いやそれはそうだよ、うん、俺だって風邪で出てた時あるからね。いや普通そうか、風邪でも昔は会社行ったり仕事したり学校行ってましたから、ね、だろ。だからもうその扱いでもいいんじゃないかっていうふうに、まあなかなか難しいかな、まあ、でもね、そうなんですよね。ただやっぱこうワクチンを打ったことによって、はい、重症化するリスクっていうのは少なくなってきてるでしょ、はい、そろそろいいんじゃないかなって。もういつまでたっても前進めないというかさ、そうですよね、進めないから、だからそこら辺はやっぱこうプロ野球独自のものでいいんじゃないかなっていうような気はするけどね。例えば仮に、まあ、濃厚接触者であっても例えば無症状であればとか、濃厚接触者でも例えば隔離なしでもいいよとか、何か
明確なものを作らないとこういうことはこれからも起こり得るってことですか？いやだから隔離なんていうのはさ、誰かと接触してその人がコロナだったらっていうことでしょ、はい、いやちょっと1日後の日にしてくれよ、うん、そしたら濃厚接触者にならないんでしょ、はい、これはね簡単にね すり抜けられることは なれるんだよね、うんうん、まあでもそういう卑怯なことはねあんまり考えないだろうけども、まあうん、でもこれじゃあさ、しらけるよね、はい、いやあの本当試合見てるファンもうちのチーム 1.5 軍でなんか試合にならないよなとか、だからねファンが言い訳しだすんだよ、うん、ね、いやコロナ陽性で、まあ、無理やりやったから負けちゃったとか、はい、そういうこと言わせないようにしないとね、はい、じゃないとやっぱ勝負つまんないよ。そうですよ ね、予選走りました、はいね、100m でボルトがコロナですみたいな、他の人もコロナで、え準決勝から繰り上がりで明らかにもうタイムが違うのにって見たってつまんないじゃない、うんうん、ベストなねその選手と状況、うん、だからベストになるっていうのは、はい、なかなかやっぱこうこのご時世難しいかもわからないけども、まあだけどベストに近いような状態でやっぱ選手も戦わせてあげてほしいなと思うしね、はい、でファンもファンに届ける野球もそういう野球であってほしいと思うよ、うん、そうですね。プレス豊さんはそのオールスター明けも1日中休みではなくて、うん、やっぱりちょっと、まあ、1週間10日なりちょっと一旦明けた方が俺はいいと思うよ、うん、じゃないともうこれからやっぱこう止まらなくなるし、はい、これなぜ止めオールスター後に止めた方がいいかっていうと、オールスターで、はい、俺何人か出るんじゃないかっていうような心配をしてるわけ、はいうん、そしたら完全に止めちゃった方が、うん、でここで立て直すプロ野球を、うんはい、10日間ぐらいだったら日程なんとかなるだろう、うん、後でも、はい、ダブルヘッダーやったっていいじゃない、ね、だからそういうことでやっぱベストの状態でやっぱプロ野球は見たいというね。そうですよね、うん、それとやっぱ早急にこういうご時世なんだから、はい、独自のルールコミッショナーが通達するとか、はい、まあ、そういうことをしないと、うん、やっぱヤクルトファンの気持ちもすごくわかるしね。ですよね、公平さっていうのは、はい、それはもう絶対感じると思うよ、うん、なんだよみたいな、巨人だけみたいな、そう思っちゃう。早々、そうでしたね、あまりにも違いすぎるからさ、人数がそうですね、人数の出方がね、はい、だってあれ練習してたら全滅になるからね多分。そうですよね、今日本のやり方で やればね、うん、まあベストな状態で、はい、で日本のその独自な、うん、あのルールを作ってね、はい、でオールスターも俺はやめた方がいいとは思うけどね、ずらせるものならばどこかにずらして、完全にやめるんじゃなくてずらした方がいいっていうふうに俺は思うけどね、うん、そうですね、うん、はい、はい。